井上誠一は、日本の内務官僚、政治家。参議院議員、京都市長。富山県出身。第四高等学校から、東京帝国大学法学部政治学科に進学し、在学中の1929年10月に、高等試験行政科試験合格。翌1930年定大卒業ともに、内務省へ入省し、四国地方行政事務局次長。 同物価事務局長、京都府警察部長を歴任。木村厚京都府知事の下で副知事を務めるが、1950年4月に、木村知事が公職選挙法違反で辞任したことで保守系の推薦で、京都府知事選挙に出馬するも、皆川虎像に敗れる。同年6月に、第3次、吉田内閣の内閣改造で、内閣官房副長官となり、 1953年の参院選に自由党公認で京都府選挙区から出馬、当選し2期務めた。この間、石橋内閣と第一次元内閣で外務政務次官を務め、中東調査会の創設にも関与し、初代理事長となった。1965年の参院選にはあえて出馬せず、翌1966年2月に自由、民主党推薦で、 第20代京都市長となる。だが、就任1年もしない1967年1月6日に、不警察の年頭祝越式に出席したところ、脳血管連縮症で、意識不明となり、脳出血を併発して2日後の1月8日に、亡くなった。ありがとうございます。